金路梅は、バラカ金路梅属の落葉小帝木。落葉性の小帝木。茎は高さ50から1 0 0トルになるが、栽培時には高さ1 5メートルに達する。茎は多く分子し、樹皮は褐色になり薄く剥がれる。葉は五星し、三小葉、または五小葉の奇数上吹くようになる。小葉は楕円型から、強調楕円型で、先端は、 二部はからえかしら、木部はくさび型、縁は前縁となって縁が外巻きに巻くか、または巻かない。小用の長さは1から2センチメートル、幅3から10ミリメートルになり、若葉時には両面と縁に褐色の絹毛が生える。傭兵は細く長さ5から20ミリメートルになり、毛が生え、木部に白膜質で花時にもやど損する卓葉がある。夏季は6から8月。 分子した各茎先にまたは溶液に集酸果樹をつけ、1、数個の花をつける。花の小道は2から2.5センチメートル。花柄があり、白髪が生える。学編は5個あり三角状乱形で、長さ5から7ミリメートル。先端は、鋭頭になって、外側は白い毛で覆われ、内側には、円と上部に短毛が生え、果地に脈が浮き出る。副学編も5個あって、 ラン型から剣型で、学園とほぼ同じ長さかやや長く、先端は A 頭になり、両面に白い毛が生える。花弁も5個あり、ほぼ円形で、長さ幅ともに約1センチメートル、先端は円筒、前円で色は黄色、時に白色のものがあり、白色のものは白露媒に分類される。は個あり、色、は黄色から、 高褐色で神経上昇楕円型となる。過小とは皿型、過小は半球型で腸毛が生える。心側は多数あって、理性し、脂肪にお白色の毛が密生する。果実は、痩せかで多数あって、長さ約1.5ミ、mm、リメートルの卵型になり、お白色の毛が密生する。日本では、北海道、足別岳、アポイ岳、本州、四国に分布し、 アコウ帯体から鉱山帯体のジャモンや、石灰岩地のいわれ基地に生育する。世界では、北半球の温帯から、寒帯、鉱山帯体に広く分布する。アポイだけでは日本ではここだけに分布する、高山町である国の天然記念物に指定されている、ヒメチャマダラセセリの植草になっている。和名、金露梅は、金露梅の井で、花が黄色で、梅の花のようであるから付けられた。 種商名の不いタコザは低木状のを意味する。徳島県に阿波名家として同じ名称の歌詞がある。姉妹品は銀路梅。あずまや聖火有限会社本種には茎の高さ、歯型、花の色など形態的変異があり、多くの変種が記載されている。和名、学名はアストによる。絶滅危惧痛類。ありがとうございます。